こちらの再生リストでは中学校3年生で勉強する平方根そしてルートに関する内容を学んでもらいます。 でよくルートの勉強をしようと思ったときにルートの計算だけできればいいやと思われる方もいらっしゃるんですが学校の定期テストそして受験の問題でも平方向の意味例えば5の平方向は何ですかのような問いというのはよく見られる形です。なので今回のセクションは最初に平方向の意味、まあ、平方向について学んでもらいそしてその後のセクションでルートの変形、まあ、有理化その点を含んだ上で掛け算足し算、まあ、指則計算ですね。掛け算算や足し算について で学んでもらう形となっておりますので平方根やそしてルートの計算学びたい方はこちらで是非ね勉強してみてください。